人見知り あのすごい若い男18歳か17歳ぐらい紹介されて、まあ、一番この業界でお世話になってるのは実は、そしたらなんか変と感じたらしくて、はい、じゃあ DJ はいつぐらいから逆に始めようってなったんですか、ね、僕のそういうサイバージャパン日本初のクラブ系サイトじゃないですか。で、はい、それであのやっぱりクラブに興味ある人はみんな見てたので、うん、ということはそのサイト自体が集客が見えるじゃないですか。まあそうですよね。そこであのうちらがこのイベントをプッシュする、はい、それであのいろんなオーガナイザーがぜひタイアップしましょう。でスタートはただうちらが取材してただけなんですけど、またノリであのちょっと DJ やもう一回やってみようかなと思って、例えば新宿のクラブコード、その昔にあった今 LA 東京になってると思うんですけどルナスとかに、ね、はい、オープニングだけはやらせてくださいとか、うん、それで DJ に復活したんですよ。あ、そうなんですね、はい、いやびっくりした、そんな歴史があったとみんな知らないでしょう本当にすいませんこれは本当にすごい貴重な歴史的な動画ですね。これはサイバージャパンのここまで誰も知らないと思うんで、まあ、多分あの2000年からはやっぱりその僕が考えたビキニナイト、はい、でやっとあのなんかこういうクラブ詳しい人だけじゃなくてちょっとだんだんあのサイバージャパンの名前が外に出たんじゃないかな、それでいろんなガイタレの方とかとも仲いいっていうフランス時代あったと思うんですけども、はい、その後も付き合いとかってあるんですか。そうですね、僕はビキナイが2000年からスタート しながら、はい、やっぱりマイアミミュージックコンフェランスあるんじゃないですか、いつも3月の終わり、はいはい、でそこで2005年、6年あたりに行って、でその時お金あまりまだねサイバージャパンダンサーはそこまでこういうビッグじゃなかったから、僕とマネージャー話題のマネージャー、はい、一緒にまあ、とりあえずミュージックコンフェランス行ったらちょっと、はい、もしかしてねこれから招待できる DJ とかこういううちのイベントがもっと盛り上がるように、まあ、探しに行ったんですよ、はい、でお金なかったから一番マイアミの中のしょぼいホテル、しょぼいしょぼい本当にしょぼい、はい、だってマイアミミュージックコンフェランス行ったことありますよ。ないんですよ、行ってみたくて、まあ、その週だけねホテル代がもう5倍とかになるんですよね、どんなしょぼいところでも。だから、はい、とりあえず寝るだけという考えで、はい、すごいしょぼいところに行って、もう壁はこのぐらいなんですね、声聞こえるよみたいな。あ、そうそうそう、隣に聞こえるから必ず、はい、で、隣の部屋がなんかスウェーデン語ばっかりだったんですよ。そしてこのホテルは本当は一つの部屋は2人まで、はい、だけどどう考えても隣の部屋は多分なんか6人ぐらいいるんじゃないかなって、でちょっと気になって行ったらなんかみんながやっぱりマイアミのホテルってみんな結構部屋の前で集まったりするので、はい、でそこで「You from Japan」って言われて、はいはい、で「Hi, I'm from Japan」、そして「あなたたちは?」で「My name is Axwell, I'm from Sweden、My name is Sebastian Ingrosso」、I'm from Sweden. My name is Steve Angelo. I'm from Sweden. あれ、はい、それはフェスに出るためにじゃなく、2005年あたりなので、はい、ただまだスウェディッシュハウスマフィアじゃないんですけど、その3人は、ちょっと CD 持ってて、はい、それを配るために。じゃあ今ほど売れてない時期ってことですか。あ、全然、全然誰も、だって一番マイアミのしょぼいホテルはサイバージャパンとスウェディッシュハウスマフィアだったそれやばい、はい、それはやばい。でそれで、はい、うちらはやっぱり1週間ずっと一緒に行ったので、はい、お互いにしょぼいピザ食べながら一緒に一緒だったんです。でそれで僕とマネージャーも、はい、めっちゃ仲良くなりました。それはめちゃくちゃすごいエピソードっていうか、そんなことあるんだっていう、まあ、日本でもありますもんね、芸能人のすごい人とすごい人がどっかで知り合ったとか、それのもっとワールド版ですね。そうで、アクスウェルがどっかでちょっとオープニング DJ としてなんかギークがあったので、だからもうみんなついててって言われて行ったら、またアビチンという、うん、すごく人見知り、うん、
人見知り のすごい若い男18歳か17歳ぐらい紹介されて、そしてあのなんか曲もらって、ぜひあのサイバージャパンのイベントにかけてくださいとかみたいな名乗りで、はい、でそれのきっかけでみんなだとサイバーがつながってるのはそれなんですよ。うわーすごい、アビーチ憧れたな。はい、めちゃくちゃいいメロディーでしたね。はい、なるほど、そんなことがあったんですね。はい、ね、よく僕のプロフィールにも書いてあるんですけど、まあ、一番この業界でお世話になってるのは実はダビッド・ゲッターなんです。イベントやりながら DJ としてダビッドが僕にいろんなリミックスの作業をやらせてもらって、それであの知名度が非常に、まあ、彼のおかげなんですよね。上がったのは彼、チタニオンのとか、あとまあいろんな曲もすごいお世話になりました、ね。はいはい、だから今でももうみんな普通に仲いいんですけど、さっきもう言ったんですけど、悔しいところは僕だけがこんなまだビキニライトやってるってことがたまにちょっとそれを考えると僕が失敗したなっていうのは正直。いや確かに日本の中ではめちゃくちゃすごいイベントだし知名度抜群ですけど、その世界規模で見るとさすがにね。いやでもいい出会いで、みんなが5、6年間見て、みんなの活躍を見て、本当にあのみんな本当にいい人たち、あの今でも何も1センチも変わらずにフレンディーで、あの本当にリスペクトしかないです。初期のサイバージャパンやってたなんか苦労話みたいなのありますか？まあ僕だから裏表なしだからぶっちゃけで言うと、たまにこういう噂とかね、サイバージャパンに関して見るんですけど、すっごい考えすぎ毎回思うんですよ。うちやっぱり好きだからやってるだけで、そういうなんかスキャンダル的なか、こういう隠さないといけないものは正直僕カメラを見てないです。本当にないです。うちらサイバージャパンは企画じゃなくて、僕が好きだからやってるので、別にあのなんかうんと思ったらか、えって思ったらもう正直やめます。だけど僕の人生はもうそればっかなんです。やっぱりちょっとうんと思ったらか、もう興味ないと思ったら別のことをやる。なるほど、それだけなんですよね。だからあの今サイバージャパンがちょっと目立ってるから、なんかもしかして裏はこうだこうだはないです。じゃあちょっといよいよそのダンサーを作ろうと思ったきっかけなんですけれども、はい、ビキニナイトを始めるからダンサーを集めてみようみたいなところから始まったんですか？そうですね、僕がやっぱり夏らしいイベントやりたいなと思って、じゃあどうやってクラブが夏らしくなれるかなと思って、そして不思議に思うかもしれないけど、僕がその当時思ったのは、じゃあみんながなんか海にいるみたいにすればいい。あ、それだけなんですよ。またこれも簡単なんですよ、申し訳ない、かっこいいこと言いたいんですけど、なく、で海らしいというのは、まあ、女性がビキニであればちょっと面白いじゃないかなと思った。いやそれってすごいなんか発想っていうか、もう今もうビキニナイトってもう浸透しちゃってるんであれですけど、はい、その当時冬なのに夏にしようとか、はい、あの室内なのに海にしようとか、そういう発想ってやっぱり天才的だなって思いますね、本当に。いや、ただ分かりやすい、僕いつもなんかそこまでごめんなさい、深く考えてないです。やりたいことをやるだけです。で僕知り合った当時は、はい、まだそんなダンサーさんがドッカンと来てる感じではなくて、そうですね、はい、あそこですね、安藤さんと初めて会ったの、六本木の、日本初のスーパークラブバニラで、はいはい、スーパークラブというのは多分みんな分からないと思うんですけど、はい、こういう500人とか800人のキャッパーじゃなくて、もう本当に1000人超えるクラブはイコールスーパークラブ、うん、そこは大きかったんですよ、まあ、3000人とか入ってたんで、はい、はい、そう。でその時にまだダンサー作り始めた当初に三富さんが、これからはコンテンツの時代だよ、はい、覚えてます、言われて、いろんな人にもこのセリフ言ったんですで自分の中でその当時、あ、そうだなってちょっと思ったんですけど、やっぱ振り返るとまさになんかやっぱりあの時代から生き続けてる方ってやっぱなかなかやっぱり難しいじゃないですか、正直。そんな中で三富さん今でも第一線でやられてるので、絶対この言葉すごいなと思って今更僕もコンテンツを作ったっていう感じなんですけど、はい、YouTube の中に、まあ、すごいですね、その時から突出してたなと思います。で実際最初からこんな大きい
ムーブメントになるっていうのは感じてましたか？いや、ただやっぱりうちのイベントが盛り上がればいいと思って、うん、スタートから考えてたのは、ダンサーは僕の音楽の顔です。イベントの顔でもあるので、うん、それもちょっと見た目と人をすごく厳しく選んでたんですよね、うん、みんなあまり知らないと思うんですけど、2000年あたりは実は男もいたんです。え、サイバージャパンダンサー、やばい、それ面白い、はい、その人に出てきてほしい、ね、あの人は今でその男たちは4人ぐらいなんですけど、はい、すごい見た目がもう女の子が見てももうこうかっこいい、なるほど、でちゃんとしてる男です。なんか女の子になんかチャラい動きする男じゃなくて、うん、フィギュア的な男で、うん、体も筋肉がすごくて筋肉が綺麗で、はい、そして、サイバージャパンダンサーの女の子は半分ぐらいは外国人だったんです。なるほど、はい、それも見た目を中心、あの人は今でそこら辺のダンサーが一挙に出てきてほしいぐらい、あ、みんなモデルだったんですよ。だから結局全部つながるのはその当時僕はモデルの事務所でいろんな子に作って、それでみんなやっぱり週末撮影ないのでそれで集めたんですよ。みんなで楽しいことやろうみたいなところから始めてって、まさかここまでなるとは思わなかったっていう。思わなかった。まあ逆にじゃあだん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 売れてきて、はい、今もうものすごいとこまで行ってるんですけども、これちょっとバズったなというか、これ来てるぞっていうターニングポイントじゃないですけど、そういうところっていつぐらいの時期なんですかね。多分2009年2010年あたりは、はい、まあ、もちろんその前はだんだん男を辞めて、男組を辞めて、はい、だんだん日本人しか入れないことにしてて、あ、みんな結構かっこいい、多分安藤さんも知ってる、うん、その当時のサイバージャパンダンサー、うん、ピッピさん、うん、キリさん、マサヨさんとか、はい、もう本当に身長高くて、はい、かっこいい感じ、うん、で2010年あたりは感じたのは、ちょうど今渋谷で撮ってるじゃないですかこの動画、はい、ちょっと渋谷のブームがありまして、うん、カリスマ店員とか、はい、読者モデル、雑誌もブームしてて、エグもあって、ナッツ、エスカワとかも、うん、でそれの中にじゃあ読者モデル使ってみよう、はい、あ、読者モデルはその当時だからギャル本当にギャルを、はい、今までサイバー結構クールなイメージだったので、うん、外人ダンサーとはかっこいい男性とかね、そういう感じだった。なんか外国のクラブ行っても同じぐらいだったので、うん、なんですけど2010年はなぜかそのブームにすごい受けて、読者モデル、ギャルばっかり入れて、なんかもっと人気になったではなく、ただ結構今までそういうクラブが好きじゃない人か、あまり行きたくない人が目に入った。じゃあクラブじゃない人が、まあそういうモデルさんとかやってるから見ようみたいな、すごい注目が強くなってきたっていう感じですか？そうですね。だってその当時のメンバーは、まあ今もそうなんですけど、やっぱり毎月いろんな雑誌に出てるわけ、うん、クラブだけじゃなくて本当にチームメイトが一気に広がったのはそれと思うんです。やっぱりそのサイトのアクセスだったり、なんか反響とかも断然変わりました、それから。そうですね、2013年まではサイバージャパンはみんながよく使ってたクラブサイトだったんですけど、うん、それはサイバージャパンのイベントだけじゃなくて、いろんなリポートとかこういうなんですけど、なんかだんだんサイバージャパンダンサーの方が忙しくなって、そしてサイバージャパン自体がちょっとクラブサイトよりもうちょっとうちらのタレントっていうか、うん、関わってる人をフォーカスしましょうっていうことで、もうだんだんそのクラブサイトとしてはもう終了して、どっちかというとうちのイベントを応援するサイトになった。なるほど、はい、じゃあもうサイト自体は変わらないで、昔のサイトも見ることはできない感じの内容が徐々に変わってきたって感じです。はい、でちょうどその時ね、ネットでは今もやってると思うんですけど、こういうクルベリアさん、ハイヤーフリケンシーさん、ちょうどがサイバージャパンが昔やってたことをもうやってるので、だからサイバーは別にそういうクラブ系のサイトやらなくて大丈夫です。うん、今はアイフライヤーさんとか、うん、本当はサイバーは昔アイフライヤーさんみたいなサイトだったんですよ。あ、そうなんですね、はい、じゃあ
その先ほど言って、あ、後ほどって言われた、お名前出していいか分かんないですけど、マネージャーさんとの出会いとかっていつぐらいなんですかね。それは96年。ダンサーさんを入れたぐらいからっていう感じですか。いや、ダンサーは2000、まあ、98年、まだサイバージャパンという形じゃないんですけど、ちょっとうちのゴゴダンサー3、4人を、4人ぐらいは98年ぐらいスタートしたんですけど、僕のマネージャーは、だから当時のインターネットのことを本当にサイト少なかったんですよ、はいはい、だからお互いにメールしたらすぐに返事が来るんですよ、うん、そういう時代だったの、うん、Yahoo Japan もなかったんですよ、はい、Google なんてないの。だから一応ネットでやってる人少ないからみんな繋がってたんですよ、はい、会わなくてもメールでやり取りや、はい、あ、こんにちは、僕はサイバージャパンというサイトやってるのでよろしくお願いしますみたいな、はい、でそのマネージャーがまあ、マネージャーというかディレクターになったんですけど、はい、ちょっとファッション系のサイトやってた。あ、そうなんですか。ヤフーがなかったので、はい、まずその マネージャーが、その外国のネットにあるファッションサイトの紹介とかをやってたんですよね。でちょうど僕が、まあ、どう見てもその時彼女もプログラミングできるかなと思って、うん、僕一人でサイバーがだんだん大きくなってたのでプログラマーもう一人欲しいと思って、それで連絡して、ですぐに返事が来て、はい、ちょっと面白い話がある。これはカットになるかどうかわからないですけど、聞きたいです。面接しましょうっていうことで、はいはいはい、で当時僕はプログラマー、ネットプログラマーほぼいなかった日本だったので、はい、僕結構まあ、フィラーさんとかディーゼルさんとかマックさんとかいろいろやってまして一人だったんですけど、ただ事務所がちっちゃいうちじゃなくて大きな、外国向けの雑誌の東京クラシファイドというところという雑誌がその当時ありまして、はい、そこが事務所が、表参道 のすごい一番良いところにワンフロアだったんですよね、はい、で僕がお金を大切にするために僕がサイトをフリーでやるからその代わりにあなたたちのゴージャスな事務所に一つの、スクエアを僕にしてほしい、それで僕がそこが僕の事務所になるシェアってシェア、はい、シェアだけど、まあ、4テーブルぐらい、はい、スクエア 4個ぐらいでそこで僕のマネージャーが面接のために来て、はい、多分すごいびっくりしたと思うんですよね。こんな豪華なところですごいところでスタッフは50人ぐらいいたんですよ。ほぼみんな外人です。で僕は、まあ、別に嘘じゃないけど、はい、はい、社長です、サイバージャパンの、はい、まあそれは本当です、はい、で多分そうですね、僕のマネージャーそれを見てすぐにはい契約をサインしてくれた。はい、それはちょっと騙されたまでいけないですけど、騙されてないよ。僕はそこで本当に仕事をやってまして、彼女のデスクをちゃんと見せて、でも彼女が1ヶ月ぐらいに僕と仕事したらなんか変と感じたらしくて、はい、1ヶ月気づかなかったんですか。だってその表参道のオフィスの下にちっちゃい字で、はい、その僕のサイバージャパンの名前も入ってましたろ。ああ、なるほど。だから別におかしくないけど、はい、多分そのマネージャーが気になったのは他の50人ぐらいのスタッフはじゃあトコトさんに何をやってるかなと思ったんじゃないかな、うん、1回話したらなんか徳田さんのためで働いてないうちらはこの社長です、それで、まあ、このエピソードでさらに仲良くなりました。逆に、はい、今ではねもうクラブ業界じゃ知らない人いないぐらいのもうすごいディレクターさんなんで、僕らもお世話になってるんで、すいません本当に、はい、いや、そう、騙されたから始まったんだ。騙されてないと思うんですけどね。日本人の考え方と、はい、フランス人の考え方はちょっとずれるだけです。なるほど、はい、すごい話聞いた。これも面白い話ですね、はい、めちゃくちゃ。すいません、長くなって。はい。ということで、僕は、ゴゴダンサーのみの時代が、サイバージャパン的にはもう終わりました。では、それだけがごめんなさい、僕だけです。これは、この業界で、実は都市伝説が